まずどこから？まずはスイッチ、ま、スイッチ停止がしてあるのが、はい、まず運転にしてもらって運転にする、はい、でここのチョークを始動にしてもらって、始動にしてこれが燃料コックなんですよ。燃料コック、ね、今縦で止まっとる状態、うんうん、縦で、はい、そこに書いてあるね。なのでこれを横にしてもらいます。これ燃料コック止めの状態ですね、うん、これを出す方にしてでチョークを始動にしてもらってで引っ張る、うん、でチョークを戻す、立ててやってみ自分で。パパ。え無理じゃない。うん？あれは？よし、じゃあ以上じゃん。え、終わり、終わり。めっちゃ簡単だったよ。反対どうやった？でも前よりちょっと広いけんの。え、でも浮かんじゃん。浮かんじゃん。あ、反対にならんの。そう、ちょっと重たい分ね。重たい分。ならんそれは。で、福岡行く分やっぱりの、浮かんは。いいじゃん、これ。いいけど値段。あっちはあっちでいるけん、あれも直したいんだけど。でも、やっぱり燃料タンクがここにあったりするけ壊れやすい可能性はないわけじゃないの。そうそうそう、当てたらの、うん、当てたら、まあ、一番はやっぱりこれ、これやのカバーやの多分ね、これはもうそういうとこを軽量化してあるけ、そうそうそう、うん、昔は鉄板だったじゃん。鉄板だけの、うん、まあだけ重いんだけど、まあ軽いと思ったら
そういうとこ削られないとしょうがないよな。そうですね。これの1個上の分がね、40キロあるんですよ。じゃあそれじゃ女性が使えんけんって。使えんよな。これにしたんだけど。したんだけどね、今度ね、おばあちゃんがこれをようかけんのよね。あの、紐引っ張るのみたいな。引っ張るのがの。そう。これがなんでこんなに、もうちょっと軽できりゃなんか面白い。難しかったね。でもまあ、キリキリできるんか。できたよ。できたよな。もう一回引っ張ってきた。そこがもう、誰も触らんけん。うん。いくよ。うん。コツがあるの？こう入れるときグッとこう、一瞬グッと力入れたら下がる。コツもあるんよ。受け出るもん。ただよ、まあね。まあ慣れてきたら。あっちよりは全然かけられない。あっちのよりは。何何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 あの当時があれだったりしょうがないよ。コツが分かったら楽なんだろう。引っ張るところ一瞬が、うん、すぐかかったよ、うん、じゃあかかるじゃん。一回ならちょっとね、分からなかったけど、うん、なるほど。あとまあ火取るときはね、ちょっと2、3回引っ張ってもらう。まあね、それは引いたときはしょうがない。この高さは A ですか？これ A です。一応3段階調整。ああ、3段階、はい、ここで。ああ、そこでね、やってもらう。ああ、ああ、それでね、パスですね。あ、そう思った。全然映ってないけど大丈夫。うん、全然。まあいいんじゃない。可愛い割には結構、好きのは優秀。優秀じゃない？うん、上からで、ここが広いけん引っ張る力もあるけん、倍時とかもね、うん、このほとりのこれは意味は何なの？これはね、ここの境を切る。そういう意味か。トラクターでしょ、境を切るための線みたいなもんか。はい、線ついてて、線がついてて、線見てやったもん。ああ、それでか。じゃあ、いらん人はあれを取ってるわけやの。取ってもらったり、うん、ええんじゃん。そうそうそう、みんな取ってもらってもいい。あの、中古とかするのはね、こんなあってもしょうがないっけ。そうやな。ああ、それか。なるほど。まあ、これで分割ローターがあればね、ええんですけどね。うん、半分切れるようになればね。そうやの。そうしたらほんまに中古で使えるけ、ほんまよ。レパートリーが広がるから。 そこも考えてくれりゃよかったけど、ただ重となるよな。そう、継ぎ手が増えた分ね。継ぎ手増えた分ちょっとな、軸が不当なるけん、どうしてもまあでも便利はええと思うけどな。判決判決かパーツで売ればええん。そう、あとでね、その方が楽や、とりあえず、オプションで。そうですね、それ買うもんおるよ、絶対。本当思う。ちょっとしたことで狭いとこやるにしちゃちょっと広いですよ。そうそう、広い。今さっきネギやるったとこはちょっと広すぎて使えんわ。うん、いや、思った。ネギやればいいじゃんって思ったけどさ、うん、でかいけど。広いけちょっと無理じゃん、幅が。もうやっぱあれで限界じゃけ。なるほどね。あれもいるじゃん。ん、あれもいるけど。そうそう、だけあれはいずれ直そうと思うけど。うん。お金がありました。今まあいろんなもんがあるじゃん。欲しいものか、壊れたもんもまた買い替えたし、どんどん遠のいてくじゃん。とりあえず2冊置いとっけって言って。置いとかでもええんか。じゃあまあ、いや、いいよ、ほんまに。ええんか。じゃあ2、3日で。彼これ1ヶ月やねんな。それは営業所の、はよ、ショールームに投げてあるだけだって。あ、まあ、それよりど誰かに試乗させて、どんどん使わせてよ。今ね、みんな田植えモードだけどね。そうか、ダメなんか。個人でここで取りゃええじゃん。そう。爪を吐いとんだけ。ちゃんと取れとんか。いや、怒らんのよ、それから。戻しちゃえじゃん、止めて。大丈夫かね。これ、ゆっくりこうやれゃ、ゆっくり。え、ゆっくりこうやれゃ。これ、いや、いいよ、あすらい。こうやっていくとき。で、運転しよるときは、強する、目いっぱい。これを目いっぱいで使って。で、こうやって。で、目いっぱいに。
や無理です。なんで切るん？なんでかけさせるわけ？いや、一か練習せにはいけんまん。練習ってそれ買ったわけじゃないのに。そこ立ったら何も見えないでしょ。近いとった。ここら辺に立ってじゃん。ここ暑いじゃん。なんでこんな暑い時に入らねえけんの。時間がないんです。はい、引っ張ってくれ。ちょっと待っててこう。いや。オンにした？押した。これは何もせんでいいよね。うん、それは大丈夫。あ、いや、いいね。ちょっと。で、このパワーを抜いたやつが入ってる。うわ、寝てるじゃん。どう？あ、下ったらこれ。どう？え、いいこと、めっちゃもらおうか。なんじゃそれ、めっちゃいいじゃん。楽じゃない、ね、一瞬で終わったじゃん。時間系、飛び跳ねんけいいね。終わった。終わった。すごいじゃん。どう？早い。いつもさ、だって2回も3回も通らないけんのにさ、1回で終わるけいいね。深いけ。ははは。早いわ。ね。力が。まあ、曲がるときはしんどいけど。もうね。マルチ張ってしまってから取り折れて、やばいじゃん。あんまりわからんね。うん、どう？いいかね。ええや。
思った。硬、うん、かった最初。硬いわ。あの根が跳ねるけ。うん。しんどいわ。でも早い。うん。楽な軽いけ。でも家でもやつだったらさ、できんかったね。できんね、跳ねてね。よかったね、たまたま。草か、あの、先にあの、取っとかねけんかったか、草かっとかねけんかったか。ハイテキじゃねん。これシート剥がれる。ちょっと鳴らして。うん。ここが排水ですね。うん。これ、めっちゃいいじゃん。面積が広いけどさ、一瞬で終わる。うん。はい、終わる。しかもなんか、重いけさ、手の振動がないね、あんまり。ガンガン跳ねんけんね。うん、それはほんまにいい。怖いもん。ガンガン跳ねんけん。しかも深くまで掘れるけさ、うん、根が結構取れるね。出てきとる、ニラが。イェイ。どう？いいよ。それどころじゃない。それどころじゃない。